今日はどうしたんですか。ちょっとね悩みがあるんで相談しに来ちゃったんですけど、サドルの高さって実はフィッティングの中で一番大事なところだし、紐の部分になるので、フレームチャンネルへようこそ。自転車技師声優の岡田正孝です。今日もですね、こちらワイズロード横浜店に遊びに来ております。どうもこんにちは。こちらが店長の奥平さんです。はい、奥平です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はどうしたんですか。ちょっとね悩みがあるんで相談しに来ちゃったんですけど、最近なんかねロードバイク乗っててもどうもこう膝とか疲れる感じというか、はいはい、ペダリングがしっくりこないというか、乗る姿勢が合ってないのかなみたいな、そんな感じがして、サドルの高さのような気もちょっとするんですけれども。サドルの高さ、はい、ちなみにサドルの高さってどういう風に決められました。いや僕なんか適当っすね、こうこんな感じかなみたいな。あーなるほどね。これぐらいでいいんじゃないかな、はいはいはい、世の中の方多分、はい、多いんじゃないかな、そういう風にされてる方。なので今日は簡単に誰でもできるサドルの高さの合わせ方っていうのをちょっとやってみましょうか。あーありがとうございます。ちなみになんですけども、はい、なんでサドルの高さを適正にするのが必要だと思います。だって焦げればいいじゃないですか。そうですね、まあ、まさに僕が今その感じでほとんどの方がママチャリからスポーツバイクに乗り換えられると思うんですよ。僕もそうでしたし、その時ってママチャリは特に感覚じゃないですか。結構いい加減でも乗れちゃうわけですよ、うんうん、それなんでかっていうと、はい、ママチャリって貨物車なわけですよ。コンビニまで行ってとか、うんうんうん、スーパーまで行って荷物を乗せて家まで帰ってくる。はいはい、多分行っても15分圏内とかそれぐらいの長さしか乗らないんであれば、正直サドルの高さはそんなに気にならなくてもいいです。気にしなくても。でもスポーツ自転車乗ったら1時間、2時間、3時間、4時間10とか行く人もいますもんね。そうです、そうです。ずっとサドルの上で生活するわけですよ。スポーツ自転車っていうのは長い距離を楽に速く走りたいわけじゃないですか。そうですね。エンジンはご自身です。このエンジンをいかに効率よく足を回してあげてパワーに変えて推進力にするかっていうのがすごく大事になるので、サドルの高さって実はフィッティングの中で一番大事なところだし、紐の部分になるので、早速ですね岡田さんが今どんな感じで乗ってるのか見させてもらって、はい、レクチャーしていければと思います。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、というわけでスタンバイ完了しました。実際に乗っていただきました。はい、普段こんな感じです。なるほど。サドルの高さを決めるときに何をやらなきゃいけないかっていうと、はいはい、普段踏んでる位置っていうのが大体親指のこの付け根の部分ですね、うんうん、そこで踏むような形で踏んでらっしゃるんで、そこだけだと実はサドルの高さって分かりにくいんですね。ああ、そうなんですね、はい、簡単に合わせるパターンとしてはかかと、足のかかとですね、かかとでペダルを踏んでいただくと、はいはい、実はサドルの高さって分かりやすいです。なるほど。じゃあちょっとやってみましょう。これ今岡田さんちょっと無理してます。もうちょっと足伸びたら嬉しいなみたいな。ああ、そうですね今この腰の部分が少し伸ばしてるペダルの方に傾いてる感じで、無理して伸ばしてる感じになってるんですよ。あ、そうかも。はい、この状態だと多分5ミリから1センチぐらいだと思うんですけれども、サドルの高さが高いんじゃないかなと。5ミリから1センチでも変わるもんなんですね。全然違いますね。この時に腰を傾けさせないで、無理しない状態でかかとがペダルについている状態を作りたいんです。それがほぼ適正な高さになっているっていうふうに言えますので、測定の方法としてはすごくシンプルなんですね。そうです、かかとで合わせるっていうのがまずベースになりますので、じゃあそれやってみましょうか。やってみましょうか。新鮮な感じサドル合わせてもらうって多分初めて買った時とか以来かもしれないですねなるほど。はい、ちょっと一旦低くしてみましたので、はい、この状態で先ほどと同じようにですね、同じ位置座っていただいてかかとで合わせてみます。これでどうですか。若干さっきより楽になりました。はい、これで今自然な状態でピンと足が伸びる状態で今膝がなりました。はいはいはい。これで腰も無理しない状態になってます。自然な感じですね。はい、ちょうどいい高さになったのでビンディングはめてみましょう。一番下にした状態で足首楽にしてください。はい、ペダル踏む時って足首すごく楽な状態にしてると思うんですよね、うんうんうん、その状態を作ると膝が少し曲がってる状態を作る。あ、少し曲がってますね、これ。はい、多分さっきの状態だともう少し高かったので、うん、一番下にした状態でも膝が少し伸びてたと思うんですよ。初めてスポーツ自転車を買われて自分でサドルの高さを合わせてみましょうってなった時に、多分このやり方してやってみると今まで経験したことない非常に高い感じになると思うんです。適正な高さなんですけれども多分めちゃめちゃ高く感じると思います。なるほど。じゃあなんでこんな高い高さにするの、ママチャリの時にこんな高さにしなくて楽に乗れてたじゃんっていう風になると思うんですが、ママチャリ乗る時坂道乗りますよね。荷物いっぱい乗せてる時スタートダッシュの時に力入れようと思ったら立ちこぎしません。しますします。
多分皆さんやられると思うんですよ。すごくスピードも出るし安定して走れるはずなのに座るためにやめちゃうじゃないですか。じゃあその立ちこぎの位置で座れたらどうです？ああ、これそういうことなんですね。単純に言うとですよ、全く一緒ではないんですけれども、はい、サドルが高い状態っていうのは、立ちこぎしてる状態のまま楽に座れる高さ、なるほど、っていうふうに言い換えることができます。もう一つあるのが、先ほど膝が一番下になっても曲がってる状態を作りましたっていうふうに言ったと思うんですけども、一番伸びきってる状態ってそれ以上力が入らないし、当然ですがもう余裕ない状態なんですよ。例えば壁にこうやってパンチすることを考えた時に、伸びきってる状態ってもうこれ以上力入らないです。でも曲がってたらまだ余裕があるんですよ。でしかも軽く押してもまだ力が入るっていう状態が作れるはずなんですよ。でもちろんペダルの一番下っていうのはもうこれ以上力入らない位置なんですが、余裕があるというのは関節痛めにくいっていうことにもなるし、力もまだ余裕が出せる状態になるってことなので、一番下にあっても足が余裕がある状態を作れるっていうのがかかとで合わせる意味になります。なるほどですね。でかかとで合わせた位置から母指球の位置、親指の付け根の位置ですね、はい、そこが一番力が入るポイントなんです足。なるほど。結果ビンディングペダルの踏む位置にもなるんですけれども、ビンディングペダル使ってらっしゃらない方であれば普通のスニーカーで踏む位置をその位置にしてもらうことで実は効率よく踏めます、ペダルの真ん中で踏んじゃってる方が多いと思うんですけど、実はあそこ全然力入らない位置なので、おせっかく正しい位置にしても足の長さが足りなくなっちゃうんで、もうちょっと低くしたくなっちゃいます、はい、僕はもうちょっとあれでしたね、はい、自分の足の長さを過信してた部分があります見た目も長くしたいなっていうのもあるとは思うんですが、効率よく漕ぐっていうのも非常に大事なことなので、はい、この高さに合わせてもらうだけでも効率よく楽に走れるようになりますよって高さになります。これ走ってみたいな早速、はい、すごいですね。じゃあ実際ちょっとこれで回してみましょう。あ、行っていいですか。はい、どうぞ。はい、ぐるっと、はい、あ、楽な感じします。一番下になった時に足がスルッと動くような感覚が多分あると思うんですよね。確かにさっきより膝が楽な感じしますね。足首も楽な感じしますね、はい、もっとサドルが高い状態の時っていうのはペダルがすごく遠くに行っちゃってたと思うので、うん、足首でペダルが遠くなったのを追いかけてったような形になるので、足首がねすごく動いちゃってたはずなんです。そうするとふくらはぎも疲れてきちゃいますし、うん、当然サドルのところも腰がこういう風に動くような形になるので、サドルにお尻を押さえつけるような動きになるので擦れて痛くなったりとか、あ、心当たりがありますね。あれ、せっかくパッド入りのパンツ履いてても擦れて痛くなるのはどんだけ厚いクッションに出てももう擦れちゃったら終わりなんですよ。一昨日ぐらいに心当たりある。ああ、なるほど。この高さでまずは試してみていただいて、本当に微調整するのはいくらでもできるはずなので、今やったのをベースにしていただいて、そこから好みで高くしたり低くしたりっていうのをやってみて、どこが一番自分にフィットするのかなっていうのは、これ最終的には個人差がある部分なので、好みもありますので位置を変えていただいてもいいかなっていうふうに思いますね。なるほど。はい、膝とかペダリングの効率ばっか頭言ってたけど、触れ合う部分の痛みとかにも関係してくるんですね、はい、そうですね。痛くなるってことは、うん、そこから走りにくくなっちゃうことなので、痛いってつまんないに直結しますから。いや本当に、はい、なので高さはすごく大事になると思います。これはもうすっごい勉強になりました、はい、ありがとうございます、はい、いや奥平さんめっちゃ勉強になりました、はい、ありがとうございました。簡単じゃなかったですか、はい、こんな簡単なことでサドルコーって出ちゃうもんなんですね、はい、僕もね街中でやっぱり見かける方で直してあげたいなって思う方やっぱりいっぱいいますねまずは試してみていただいて、はい、合う合わないはご自身の走り方に合わせて微調整していただければいいのかなというふうに思いますね、はいはい、自転車本体を買う時とかにもやっぱこういうのって大事なんですか、参考にした方が。その通りでございます。スポーツバイク特にロードに関してはサイズ売りが非常に細かいですよね。自分に合うサイズ何なんだろうっていう風になると思います。サドルの高さからフレームのサイズって非常に大事なところになるので、ワイズロードでは特にロードバイクをお買い上げの時にはバイオレーサーっていう体を計測させていただくシステムを使って体の全体を測らせてもらって、そこからサドルの高さだったりハンドルの位置っていうのをシミュレーションで出させていただいて、最適な高さが出る自転車を選ばせていただくっていうのをお手伝いさせていただいてます。買う時にしっかりちゃんとサイズから相談できるんですね。そうですね。バイオレーサーは3つのグレードがありまして、自転車を買う時のライト、乗ってる方が自分のポジションをもう一回見つめ直したいために使うスタンダード、これは一部のお店でしかやっていないんですけれども、体の柔軟性とかを見させていただいて、今のご自身の体の調子に合わせたプレミアムっていう形で3つのグレードがあるんですが、一番おすすめなのは自転車を買う時のライトは必ずやっていただくにしても、スタンダードに関しては今乗ってる自転車の乗ってるポジションが合ってるのかなっていうのを確認するのには非常に便利なツールになってますので、お近くのワイズロードの施工店に聞いていただければご案内ができるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます、はい、いやもうサドルだけで結構僕感動したんで、ちょっと興味湧いてきましたねそれ、はい、だいぶ変わってきますのでいやもう早くこれで走りに行きたいですね、はい、それではこの動画を見てサドルの高さ大事だなって思った方はグッドボタン、
ワイズロード横浜店遊びに行きたいなって思った方もグッドボタン、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。楽しみに。サドル大事、サドル大事。チャンネル登録はこちら、おすすめはこちら、僕のおすすめはこちら。あ、ソーセージもいいっすね。